えっと、製鉄所の下請け勤務の43歳独身です。半年付き合った彼女を27歳のエンジニアで親が医者をしてる男に捕らえました。彼女と付き合うまでに10年くらい彼女がいなくて真面目にコツコツやってきましたが、もうどうでもくなりました。月25万の給料では勝てなかったです。一発かまして治療と止めます。どうすればいいですか職員2000万円で借金なし、母ありありです。えー、っとですね、あの、多分彼女若いんだと思うんですけど、その、 一発かますが何かわからないですけど、あの、他の彼女を作ればっていうだけだと思うんですけど、えっ、ー、と、まず、その、その27歳エンジニアで親が医者をしてるっていうところで負けたっていうふうに考えてるんだと思うんですけど、多分負けた理由そこじゃないんですよね。あの、まあ、ああの赤の他人で僕が言うのもなんなんですけど、あの、40過ぎて、そのなんかあの、なんか、 一発かましてやろうとかって考えるようなやつと、やっぱずっと一緒にいたいってならないと思うんですよ。<laughs> あの、大人って余裕があることを期待されるんですけど、40過ぎといて、そのなんか振られたぐらいでなんか一発かましてやろうみたいなことを思って、で、それをなんかビール飲んでるおっさんに相談してるっていう時点で、なんかあ、こいつと付き合って結婚したらやべえなっていうのって多分わかると思うんですよね。 なので、あの、原因は、その、エンジニアがどうこうとか、親が医者をしてるではなく、あなた自身の性格の問題だと思います。い別に給料どうでもよくて、貯金2000万ある人って、じゃあ、給料40万あります。でも、貯金200万円もありませんっていう人って、世の中いっぱいいるんですよ。だから、給料が高いかどうかではなくて、貯金2000万円できてるし、で、別にあの、借金ないし、家もあるしっていうのであれば、普通にまともな生活してる人ですよね。 って話なんですよねなのでまともな生活をしてるまともな人っていけばいいのになぜかその一発かましてやろうみたいな方向性になるからあのこいつまともじゃねえなって思われてるのでただあの普通に出会い系サイトとかで「あの貯金2,000万あります」って言うと女の人釣れると思うのでそれで釣ってください。